君はモルックを知っているか。モルックはフィンランド発祥のスポーツで、写真右側のモルックを下投げで投げて、写真左側のスキットルを倒す競技です。倒したスキットルの本数が1本なら、そのスキットルに書いてある数字が得点になり、2本以上なら、そのスキットルの本数が得点になります。こうして得点を重ねていき、50点ぴったりになった人の勝利です。もし50点を超えたら、25点からやり直しとなります。また3回連続でスキットルに当たらなかった人は失格となります。素晴らしい。やべ、あ、3。1ターン目はご覧の通り。先攻が有利なこのゲーム、果たして誰が勝者となるのか。はい。あ、おっぱ。はいはいはい。三ね。二ターン目。バスケ部が1回外してしまった。ここでのミスがどう響く。うますぎ。うますぎる。3ターン目。全員が一本の見当てるナイスプレー。バスケ部追いつけるか。しょんべん。わあ、2ね。ああ、でも結構5が転がったよ。4ターン目。再びバスケ部がミス。これで日本大会に出ようとしてるのが肩腹痛い。するんですけど、お、でかい、来るよ。すごい。うますぎるよ。わあ、あ、でも。よっ、うますぎ。5ターン目。鳩とウサギが高得点ゲット。ウサギ追い越せるか。いや、違います。え、いけるかな。あ、怖い。あ、違う。あ、うわー。12さんがめちゃくちゃ現実的。よし。うおい。6ターン目。鳩とウサギがマッチポイント。どちらが先に決められるか。ウィニングショットとなるか。4や、8は無理だから。やばい、やばい、やばい。7ターン目。映像的には全員ミスっていたが、記録上鳩は得点となっていた。次で決められるか。いやかな。いや、まあ、寒いよな。8ターン目でゲームセット。今回は鳩の勝利となった。この3人が近い将来、モルックの大会で結果を残せるようになるかは、まだ誰にもわからない。